明日の情は、原作、高森朝尾、作画、千葉哲也による日本の漫画作品。ボクシングをテーマにした、スポーツ漫画である。週刊少年マガジンに、1968年1月1日号から1973年5月13日号に、かけて連載された。2010年12月時点で単行本、累計発行部数は2500万部を突破している。 週刊少年マガジン連載中から社会的反響は大きく、ジョーのライバルである、力石徹トールが作中で死んだ時には、架空の人物であるにもかかわらず、寺山修司の提案で天井さじきのメンバーにより、東豊演出による葬儀が行われた。また1970年3月31日に、発生したヨドゴウハイジャック事件では、ハイジャック犯が、我々は、 明日のジョーであると声明を残している。さらに、辰吉ヨ一郎をはじめ現実のボクシング界にも大きな影響を与えた。これら社会的反響の大きさから、戦後最大のヒット漫画の一つに数えられ、劇画路線にシフトした昭和40年代の週刊少年マガジンを巨人の星とともに支えた。週刊少年マガジンの創刊50周年。 明日のジョーの連載40周年を迎えた2008年には、カレンダーやタオル、時計などの記念モデルがリリースされ、2010年代以降は、展示施設での企画展が複数開催されるなど、発表から40年以上を経ても、一定の関心を集め続けている。タイトルは、原作者が、井上康氏の、明日来る人を呼んでいて、そこからひらめいたものである。 東京、三夜の土屋街に、ふらりと一人の少年が現れた。矢吹岳と名乗るその少年に一方的に、叩きのめされたアル中の元ボクサー、丹下段平は、城と地元暴力団、鬼姫界の連中との乱闘から、天性のボクシングセンスを見出し、一流のボクサーに仕立て上げようと口説き始める。しかし城は、自分に向けられるダンビラの情熱を利用し、 小遣いをもらっては、土屋街の子供たちを引き連れて、乱行を繰り広げた挙句、犯罪にも手を染め、警察に、逮捕されて鑑別所へと送られてしまった。そんな城宛てに、ダンビラから、明日のためにの書き出しで始まるハガキが届いた。その内容は、左ジャブの打ち方から始まる、ボクシング技術の講義であった。時間と体力を持て余していた城は、 そのアドバイスに従って、ボクシングの練習に身を入れるようになり、やがて自分のパンチのキレが、今までと比べ物にならないほど向上していくのを、実感する。鑑別書から、西と共に、野菊島の東高特等少年院へ移されたジョーは、豚小屋掃除の際に、西の提案で、豚たちを暴れさせ脱走を試みた。しかし、ライバル、リキーシトールに、その邪魔をされて、 古典ン,ンに叩きのめされた。その後、小馬鹿にしていた青山とのボクシング対戦で、防御法を身につけたものの、宿命の対決が再選されないままリキーシは先に、インを出た。遅れてジョーは、なんとかライセンスを取り、強引な手腕でウルフカナグシとの対戦を実現させて、フェザー級からバンタム級へ転向したリキーシとの対戦をも、実現する。 減量による力石の代わりようは見られたものではなかったが、激闘の末にジョーは敗れてしまう。そして、その対戦直後に力石は亡くなってしまう。そのショックで対戦相手の顔面を打てなくなり満足な試合を行えなくなってしまったジョーは、それでもボクシングを捨て去ることなく、土砂回りのボクサーに身を落とし罵声を浴びながらも試合を続けるのだった。 ボクシングに対する苦悩の末、強敵カーロスとのスパーリングで顔面を打てないという、後遺症を乗り越えて、復帰を果たし、本格的に、ボクシングの道へと足を踏み入れることとなったジョーは、金良費や、ハリマオとの対戦を経て、ついに、世界チャンピオンの座をかけ最強のボクサーホセとの、戦いに挑んだ。しかし、パンチドランカーに侵されていたジョーは、前線虚しく、ホセに、 判定負けを喫して破れ去ってしまう。試合後、ジョーはグローブを陽子に手渡した。灰のように真っ白に燃え尽きたジョー。しかし、その顔には、満足げな微笑みがあった。連載開始までのきっかけは、千葉哲也が、ハリスの旋風を描くための過程で取材したボクシングに、感銘を受け、後継作品として構想していたことが、原点になっている。ちょうど同時期に、 ボクシング作品の提供先を模索中だった原作者の梶原一期と週刊少年マガジンの編集部が両者を引き合わせて共作合意したのが始まりである。千葉は当初、梶原と共作する考えまで至っておらず、これから描くボクシング漫画の参考になればいいと、編集部との付き合い程度の気持ちで梶原と面会したら、すでに決定事項の雰囲気になっていたことを明かしている。 本作において、梶原一揆は、高森浅尾名義で原作を手掛けている。これは、梶原一揆の名前を用いると、巨人の星のような熱血スポコンモの作品であるという、先入観を持たれかねない、と危惧したためであることと、当時連載中であった、巨人の星と同一詞に掲載するにあたり、同一原作者による作品を閉載している事実を、隠すためであったという。 このため、高森浅生イコール梶原一揆という事実は、連載開始後もしばらく公表されなかった。高森浅生というペンネームは、梶原の本名、高森朝樹に由来しており、本作品以前にも使用されたことがある。タイトルの最終候補は、左の上と一発屋上であった。当時の梶原は、原作の改編を激しく嫌うことで有名だった。しかし、 千葉哲也は本作の作画を引き受けるにあたり、字と場合に応じて、こちらの方で原作に手を加えさせてくれと注文をつけた。担当編集者が恐る恐る梶原にその胸を伝えたところ、手塚治と千葉哲也は別格だ、いいでしょうと快諾した。だが、連載1回目、千葉はいきなり、話の導入部がわかりづらいと梶原の用意した。 原稿を丸々没にし、自ら新たに第一話のストーリーを作り上げた。好きに手を加えてくれと言った、梶原もさすがに、これには、こんな馬鹿くせいことやってられるか、と憤慨し、連載を止めるとまで言い出した。千葉は、新鮮な素晴らしい材料を揃えてもらうのが原作、その原作を料理して、 美味しく食べやすく、味付けをするのが僕の仕事というスタンスを持っており、千葉はそうした作法を梶原と話し合うことで、梶原はこれを納得することとなった。力士ートールの原料と死のエピソードは、千葉と梶原の設定確認の行き違いによって生まれた、ものである。ジョーと力石の初対面にシーン、渡された原稿の一文を、自分なりに解釈した千葉は、 力石の身長を上位より頭一つ分高く描いてしまった。発行された紙面を見て、それを知った梶原は、この身長差では二人が同じ階級で戦えないということに気づき、後に話の辻褄を合わせるため、これで死ななきゃ嘘だとまで思わせるほどに、人間の限界を超える角の減量を力石にしいねばならなかった。 力士をどうするかで、梶原は力士を殺したいが、千葉は生かしておきたいということになり、口論になった。ここで、梶原が、力士は、絶対殺す、と発言。口論の場となった、新宿のバーのバーテンダーが、梶原の発言を聞いて、警察に通報した。最終的には編集次長の宮原照夫が千葉を、説得、力士は、 試合後に死ぬという方向に決まった。もっとも、千葉は、斉藤隆夫の後年のインタビューに対しては、力士には、もう思想が出ていたと話し、ここで殺さなければ、その後の力士に、何をやらせても、それは、堕落にしかなりはしないとも考えたという。週刊少年マガジンの1970年第9号にて、力士が試合後に死亡したのを受け、 1970年3月24日には、寺山修司の呼びかけで、天井さじきにより、文京区の講談社行動にて、力士の葬儀が行われた。現在は実在しない漫画キャラクターの葬儀として、語られることが多いが、葬儀自体は、アニメ版の主題歌を歌っていた、美藤伊佐が、ライブ形式で歌い出すなど、 力士戦で人気が最高潮に達していたことをきっかけとしたファンイベント的な要素が強かったようである。当時のこの作品に対する注目度がいかに高かったかを示すエピソードになっている。また2002年5月9日には雑誌ジョー・ヒューマの創刊イベントとして講段社行動で力士の33回危険化式が行われた。 トリビアの泉で、リキ徹シ・トールは、作者の辻ま合わせで死んだというトリビアが紹介され、千葉が VTR で、彼には申し訳なく思っているとコメントしている。千葉の後年の回想によると、梶原から伝えられたラストの内容は、ホセ面動作に判定で敗れたジョーに、ダンビラが、お前は試合では負けたが、喧嘩には勝ったんだと、ねぎらいの言葉をかける。ラストシーン。 白規定で静かに寄生を送る女王と、それを見守る陽子の姿というものだった。これに対して、千葉は、ここまでやってきて、喧嘩に勝ったはないじゃないかと考えて、電話で、ラスト、変えますよ、とカジワラに伝え、カジワラも、ああ、任せるよとこれを承諾した。その結果出来上がったのが、真っ白に燃え尽きたラストシーンであった。幻のラストシーンとも言える。 白規定で静かに寄生を送る女王と、それを見守る陽子の姿は、民放バラエティ番組と、2019年8月5日、放送の午後生において、千葉の直筆色紙で紹介されている。梶原が書いた原稿を千葉に渡す前に見ていたという、牧久男も最終回について、千葉とほぼ同様のことを述べているが、ラストシーンが、 パンチドランカーとなったカーロス・リベラと共に療養所のようなところで笑顔で戯れている姿で終わっていたと書いている。上述の経緯で千葉自身がラストシーンを作ることが決まり、アシスタントと共に締めくくりをどうすべきか考え、20通りのアイデアが出るもどれも千葉の納得のできる内容ではなく、締め切り時間が刻々と迫る中、悩んでいたところ、 本編を最初から読み返していた、当時の担当編集者が、ジョーがのりこに、ほんの瞬間にせよ、眩しいほど、真っ赤に燃え上がるんだ。そして後には、真っ白な灰だけが残る。燃えかすなんか、残りやしない。真っ白な灰だけだと語るシーンを発見し、これこそ、明日のジョーのテーマではないか。と千葉に差し出した。千葉は、 この意見に同意し、これを元にラストシーンを描き上げた。その後、5日間は何もできず、ご飯も、おかゆしか食べられなくて、家族も心配していたと週刊誌の取材に述べている。連載最終回付近では、ジョーが死亡するかもしれないといった特集記事も組まれ、完結間際のジョーの世界タイトルマッチに入ってからも、その社会的人気は衰えることはなく、 最終回は、増ページで掲載、表紙は、原作者梶原と作画の千葉の双方が、リングに立ち、本作の登場人物が観客として二人をねぎらい、表紙全体を、堂々完結としてジャックするという破格の扱いであった。連載終了後しばらく、千葉は、ジョの絵が全く描けなくなったという。また後年、今でもたまに、ジョや力士のイラストを描くが、 あの頃の迫力には全く及ばないとも語っている。現在でも特にラストシーンについてラストシーンの再現は無理。あの時のテンションには戻れないとテレビ番組行列のできる法律相談所の100人の絵で作るカンボジア学校建設プロジェクトでジョーの絵を依頼された際に述べている。ヤブキタケの生死ジョーが燃え尽きた実態に関して 千葉哲也自身の発言には変遷が見られる。執筆当時の千葉は生死について全く考えていなかった。後のインタビューで子供向けには今日のリングに負けてもまた明日も勝利を目指して戦い続ける。ジョー、大人向けには文字通り真っ白な灰になるまで燃え尽きるまで戦った男、ジョーという双方の生き方を 読者それぞれが感じたまま受け止めてくれればいい、と語った。しかしながら続けて、自分の中ではこの終わりは、確実に決まっていると発言した。さらに後年では、タイトルに、明日とつくくらいだからジョーは、死んではおらず、明日も太陽に向かって、白木陽子と共に歩き出していると思う、というジョー死亡説を否定するような発言もした。2011年に、 熊本県湯の前町の湯の前漫画美術館での明日の上原画展に合わせて町農村環境改善センターで行われたトークショーにおいて竹は死んでいないとの発言をした医学的な観点から論じると疲労で死亡した場合微笑むなどの顔の筋肉の運動や椅子に座った姿勢を保つようなことは不可能であるため疲れて休んでいるだけに過ぎないと一部の専門家が 指摘していたが、千葉はそういった、医学交渉の裏付けで作画したわけではない。2014年に、CS 番組、万道小林に客演したコメントによると、矢吹城の生死に関しては、原作者、梶原一揆の考えもありすでに個人であるため、もう確実なことは言えない。自分が描いたのは、城の燃え尽きた姿がそこにあるという最後が全てで、あって、 生死についてはどうでもよかったと説明している。また、ジョーは生きているかもしれないという過去の発言は、心情的にジョーが生きていてくれた方がほっとするから、そう言ったのかもしれないと弁明している。そして、いずれにせよ原作者が亡くなっている以上、もはや想像の息を出ないことを示唆した。2018年3月の東京中日新聞のインタビューで、死んでいませんよ。 持っている力を全て出し切り、真っ赤に燃えて、白い灰になるというイメージ。ただただ燃え尽きたと答えている。外部からの見解として、梶原の実定である、牧久は、死んだとは描いてない、白い灰はあくまで比喩と語っている。漫画評論家の夏目ふさの助も、ジョーの体が次のページ方向を向いており、リングの線も同じように途切れずに向かっていることから、 明日があることを意味していると解説した。梶原は後年、明日のジョーは、千葉哲也の作品であり、社会現象も、彼のおかげだと、斎藤、隆尾に語っているが、千葉は、ジョーはね、私のものでなければ、原作者のものでもありません。もう城は、読んでくださった読者の皆様のものですから、と、西原理恵子の著書、西原里恵子の人生画力対決にて語っており、 近年流行っている漫画のリメイクなども、オファーはあるが、自分の一存では決められないという。制作年代の制約から21世紀においては、出版物での使用が困難な用語が多く、ジョーが、リキ氏の詩によって、一時的に相手のテンプルを打てなく、なった際、ダンビラが、奴は片輪だと言ったセリフは現在自粛され、ボクサーとして、結果に頻繁に差し替えられた。アニメ、 明日の上2の東京 MX テレビでの再放送では当該カットが削除されていた。約10年の間隔を置いて2つのテレビアニメ版が制作された。最初の作品は原作の途中まで、2本目が途中から結末までを映像化した。メインスタッフは両作ともほぼ同じメンバーで制作されている。大泉アニメゲートに設置されている練馬。 アニメ年表の一コマ。1970年4月1日から1971年9月29日、毎週水曜19時から19時30分、富士テレビ系放映。概要原作で、力士が死亡してから間もない1970年4月より、放映が開始された。放映中に、千葉哲也が病気で連載を救済したこと、また地質であったこともあり、 ストーリーが原作に追いついてしまった。そのため、矢吹武,武 VS カーロスリベラ戦で終了している。原作の魅力に加え、初めて監督格となった、出崎光の先鋭的な演出によりその名を高めた。続編、にほどではないにせよ、本作にも原作にないオリジナルキャラクターや、オリジナルストーリーが、随所に挿入されている。原作最後の対戦者である、 ホセメンドーサは第77話で名前が登場する。制作中プロダクションに所属していた井出崎光と丸山正夫が原作を機に入り、原作の絵を拡大コピーして、個人的にパイロットフィルムを制作したことに橋を発し、これがフジテレビプロデューサーである別所工事の目に留まり、正式な企画として立ち上げられることとなった。 虫プロダクションでの制作であったが、社長の手塚治虫は本作品をライバル視していたため、アニメ版の制作にも感知しなかった。制作当初は、作画が手塚の絵に似てしまっていたため、作画スタッフは、杉野秋夫を中心に、虫プロ本体から外れたメンバーで構成された。その多くは後に出先、丸山らと共にマッドハウスの設立メンバーとなった。予告編は、 本編と別のスタッフにより独自に制作されていたため、本編の内容と異なる部分が多い。例として、第22話のサブタイトルは、予告編では、さらば少年院であったが、本編では、幻の力石通るとなっていた。また、第51話放送後の次回予告、さらば力石通るは、本来第52話に当たるところを、第42話と、誤植されていた。 死に番号を付けられた、この52話は、偶然にも、力石の死に関するエピソードの回である。なおこの、上予告編は、2018年3月に、原作の連載開始50周年を記念して、トムスエンタテインメントにより、YouTube で、ネット配信されている。キャスティングは主役に当たる矢吹岳と、丹下断平の声を、青井照彦と、藤岡重慶が担当し、 続編や劇場版において他の人物の声の配役が大幅に変更される中でもこの両名だけは常に不動とされた。青はオファーを最初は断ったがボクシングや原作のファンだったこととプロデューサーの熱意を受けて受諾し出演後は竹になりきってアテレコをやったつもりはない。ジョーの声を作ってもいません。と2020年のインタビューで述べている。 青は、作画が間に合わない、収録の際に、自分の気持ちで演じて、差しが合わなかった時に、ディレクターが、今の芝居がとても良かったので、今の声に絵を合わせますと言われたこともあったと、回想している。スタッフ出演主題価格アリスト放送局、最高視聴率ビデオグラム当然は、収録 DVD は、2009年12月に、 コロンビアミュージックエンタテインメントから発売された2019年4月23日にトムスエンタテインメントが YouTube に開設したトムスアニメ55周年公式チャンネルからジョーの第1.946.5令和をやつの名はリキ通シトールセレクション名義ジョーにも第1.1224.39最終話を伝説のベストバウトセレクション名義で それぞれネット配信している。4K 改造版2021年3月、フィルムの 4K スキャンと HDR 技術により高精細化された 4K リマスター版が制作。ワウワウのワウワウプライムとワウワウ 4K にて放送され、オンデマンド配信も開始。1980年10月13日から1981年8月31日。 毎週月曜日19時から19時30分、日本テレビ系放映。日本テレビ系アニメとして、初めて全話ステレオ放送された作品である。概要前作の続編だが、下記の再編集劇場版の続きという位置づけのため、ストーリーは、リキ氏との対戦後から始まり、カーロス戦までは事実上のリメイクとなっている。ただし、原作やアニメ前作にあった、ヤ吹キが、 土砂回りのボクサーになり、そこから這い上がるストーリーは省略されている。また原作にないオリジナルストーリーがふんだんに盛り込まれ、オリジナルキャラクターも多数登場させている。原作が完結して何年も経ってから整理された、制作なので、矛盾点もクリアされており、登場人物の心理表現も丁寧に描かれている。特に終盤のテレビ関東による、 世界バンタム級1位のレオン・スマイリーとのマッチメイクや WBA 王者カロルド・ゴメスと WBC 王者ホセによる王座統一戦の下りなどはよりリアルにプロボクシングの世界を描きたいという意図からの追加でオリジナルの部分からは主に監督である出崎光が明日のジョーという作品世界をどのように解釈しているかが伺えるサブタイトルには第4話と 第33話を除く残りすべてに、が挿入されている。力士戦のトラウマにより、ヤブキタケが、リング上でオートするシーンを10加工で処理した演出は、光るゲロとして話題になり、後に、いろいろなアニメ作品で、パロディ化された。ラストシーンについては、1981年8月31日放送の、第47話の結末で、燃え尽きた上に、 丹下断平が語りかけても反応がない状態を、セコンドジンが絶句し、その光景を見て、何かを悟った関係者監修、ゴロマキゴンドーは帽子を脱いで哀悼の意を表し、白木洋子は衝撃のあまり握りしめていた形見のグローブを、落とすという描写がなされている。最後のエンディングアニメーションでは、ジョーが旅立つような透明に差し替えられた。これらを踏まえ、 ジョーの死を匂わせる演出と同時に、エンディングは、過去の回想か、放浪しているのかが不分明旅立っていったのかもしれないといった解釈を可能にする、描写となっている。制作術制作は、本作品のためにマッドハウスから独立した出先や、杉野らによる、スタジオアンナプルが担当した。マッドハウスの丸山は、続編の制作には反対であったが、原作サイドは、 東京ムービー新社での続編制作を決定したため、上を他人にやらせたくないと考えていた出先は、独立を選んだという。ほとんどの話数で、絵コンテを担当している先枕は出先の別名義で、ある。白木陽子役の声優は、一般公募された。1380人の応募者の中から、梶原一喜や出先三つるを含む8人の審査員による、 公開オーディションの結果、田中恵美と森脇恵美が同点となり、田中が白木洋子役に、森脇が林のり子役に選ばれた。スタッフ出演主題歌各リスト放送局、放送日時は、テレビ新潟を除き1981年3月中旬から4月上旬時点、放送系列は放送当時のものとする。最高視聴率2018年4月から、 放送開始したテレビアニメーション作品。明日の城の連載開始50周年を記念して制作された。スタッフ主題歌スタッフ主題歌、明日の城1970年7月22日公開。同年6月に深刻劇で舞台化されていた同盟作品の映画化。出演スタッフ主題歌2011年2月11日より、東方系で、 公開の実写映画。昭和40年代を舞台に、原作の少年院での竹取騎キーとの出会いから、宿命の対決までが描かれる。出演は、アイドルグループ、ニュースの山下智久。山下は、役作りのため、プロボクサー並みのトレーニングを行い、約10キロの減量と体脂肪率を10%近く、落とすなど、過酷なスケジュールの下で撮影に臨んだ。 力キ役の伊勢谷雄介も、実生活での減量を実施、水を求めるシーンでは数日前から、ほとんど飲まず食わずで撮影に臨んでいる。2011年2月5日以降に、TBS 系列で、映画公開記念特別番組、ジョーの明日はどっちだ映画公開記念徹底解剖スペシャルが放送。また、公開に先立ち、各地域を代表するアスリートが、 応援団支部長に就任し、特別番組やイベントにも登場した。就任したアスリートは、ボクシング界より、井岡和と、長谷川穂積、黒木優子、ボクシング以外から福島千里、奈良崎聖悟の、計5名。キャッチコピーは、日本中が熱狂した、魂の傑作漫画完全映画化。この時代の若者に、ジョーはいるか 全国277スクリーンで公開され、2011年2月12、13日土日2日間で、公衆は1億9、449万4、250円、動員は15万6877人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第3位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、第2位と幅広い世代に高評価されている。 3月には、台湾でも公開され、各国での配給が決定されている。2011年8月19日発売の DVD、明日の上プレミアムエディションが初週1万1000本、売り上げ。8月29日付、オリコン週間 DVD ランキングで首位となった。またブルーレイも初週7000本を、売り上げブルーレイランキング総合2位となっている。 2014年12月28日には TBS 系列の21時23時8分で放送された。出演スタッフ主題歌原作との違いソフト化2011年8月19日発売。発売元は TBS テレビ、講談社、販売元は東宝。出演2016年5月25日から29日まで劇団恵みとして 墨田パークスタジオ層にて上演。脚本は、大間桃香。演出は、ヨギエ一が担当。キャスト制2010年1月17日19時20時、TBS ラジオ、やぶきたけ VS、リキイシトール戦を、第1ラウンドから最終第8ラウンド2分47秒まで、実際のボクシングの試合のように架空中継する、プログラム。漫画やアニメには描かれていない。 時間帯も含め再構成しており、監修は、千葉哲也と梶原一騎の妻である、高森敦子が務めている。本作を特集した、展示会として、以下のものがある。また、トリビアの泉2006年9月27日放送分では、矢吹武,武が、レギュラー最後の影慣れを務めた。また、2001年に放映されたサントリーボスの CM は、 駅のベンチで本作を読んでいるサラリーマンの両脇に座った細川敏之と青井照彦が力石とジョーのセリフを勝手にアフレコを始めるというものだった。2015年4月4日、大泉学園駅北口に直結する歩行者道路、大泉アニメゲートに練馬区にゆかりのある漫画作品のブロンズ像を設置。千葉作品からは明日のジョーが選ばれ、 リングコスチュームを身につけた、矢吹武,武のブロンズ像が展示されている。ボクシング観戦好きで、自身も1年間ほどジムに通った、経験のあった、作家、三島幸夫は、明日の女王を愛読していたという。逸話として、夏のある日の深夜、講段社のマガジン編集部に、三島が突然現れ、今日発売されたばかりのマガジンを売ってもらいたいと、頼んだ。理由を聞くと、 三島は明日の情を読むために毎週水曜日に買っているほどであったがその日に限って映画の撮影で帰りが夜中になり買うところもなくなったため編集部で売ってもらおうとやってきたという財布を出した三島に対して編集部ではお金のやり取りができないから一冊どうぞと差し出すと嬉しそうに持ち帰ったという元プロボクシング世界王者 達吉上一郎の名前は、元ボクサーの父が、矢吹竹にちなんで命名したものである。くしくも達吉もまた、城と同じくバンタム級を代表する選手であった。2021年現在、ライトフライ級現役選手である、矢吹正道のリングネームは、矢吹竹に由来する。一世を風靡した漫画のため、広大の漫画家による、 作品内での言及やパロディは多く存在する。テレビアニメ版、明日のジョー、明日のジョーには、韓国でも放映された。その際、ジョーをはじめとする、日本人の登場人物は皆、韓国人という設定になり、原作で、韓国人だった、金良費や、幻想だは、ベトナム人に、金良費の朝鮮戦争に関するエピソードは、ベトナム戦争下のものに変えられていた。 また千葉哲也が韓国の漫画フォーラムに出向いた際に入手した漫画海賊版における金量費は日本人という設定だったとのこと。ありがとうございます。